Look out.和室界隈、はい、和室界隈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 ようこそ、はい、この見た目であの実家の和室暮らしでございます。実家和室の日頃です。あのホストに入店されたんですけど、はい、歌舞伎町のホストですけど、はい、秋田県の、はいはい、和室で暮らしております。和室界隈、和室界隈、はい、和室ですよ、はい、今日も、はい、元気にやっていきましょう。今日は5月19日日曜日、千葉ロッテモーニング祭日本ハムファイターズのね、はい、試合を見に行きたいなと思います。はい、今日の先発ピッチャーはナンバー14カズヤオーズマン。はい、割とオズマ選手安定してるんで、今日もね鋭い変化球を中心に、巧みなピッチングで、日本ハム打線を抑えていきたいなとね、思っております。で、打線の方はね、外ポランコ、はい、もう外人2選手、はい、もう彼2人が打たないと今日は勝てないと言っていいでしょう。外くん、ポランコくん、もうね、昨日あんまり元気がなかったんで、はい、今日はね、伊藤大海選手から、はい、ホームランを打っていただきたいなと、はい、思っております。ということで、最後に大海お兄さん、はい、一言お願いします。そうですね、まあ、浜口選手がいないということで、まあ、正直ちょっともう帰りたいんですけど、まあめげずに頑張っていこうと思います。まあ行くからには、ね、全身全霊で声からしていきたいと思います。はい、ということで今日はですね、3人ということでだいぶ強い、応援ができるんじゃないかなと思うので、もう早速球場の中入っていきましょう。レッツゴー、ラー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 、よし。Shut up!
ポンと出ましたね。4対3でモインズさよならビクトリー。いやー今日はしびれたな。ヒロミ選手のサヨナラホームランも打った瞬間もバツコンとね、ぶちかますことができて、今シーズン初のサヨナラホームラン勝利ということで、はい、サヨナラ勝利は1回あるのかな今年。それもヒロミ。ヒロミなんですよ。すごいよマジで。し、私と大地さんはですね、人生で初めてサヨナラホームランを見ました。はい。はい。もう最高本当に。いやもういつもね誰かさんのサヨナラホームランでねサヨナラ負けとかねもう結構あったんで、これがサヨナラガチかっていうね、本当になんかもう見ててもうエキサイティングするような試合でした。本当にヒロミ選手ナイスホームランです。はい、プラスおかげさまでですね貯金1です。おい、はい、とうとう、借金返済し貯金を作ることができました。続いてのカードがですね埼玉西武戦で2連戦です。はい、はい、ボコボコにしましょう、はいはい、もうぶちかまそうとりあえず。で週末が、ソフトバンク、はい、福岡です。はい、福岡には負けられないので、はい、来週に、見据えた戦い方をね火水の試合でとりあえず質感をね上げて金土日に、しっかりと戦えるようにちょっとね、準備をしていただきたいなと思ってます。ということで、火曜日からも頑張っていきましょう。以上スイングアウト TV でした。